公開1週間足らずでミュージックビデオの視聴回数が1億回に迫る、チャイ。ルディッシュ・ガンビーノの新曲、This is America。このミリボルトが公開されるやいなや、ビデオの解説記事やエッセイがインターネット上に洪水のように溢れ出した。その内容は、アメリカの銃暴力や人種差別に対する批判と分析するものがほとんどである。しかし本人は、それらについて意図的に見ないようにしているという。チャイルディッシュ・ガンビーノという名は、俳優、コメディアンのドナルド・グローバーが、ラッパー、シンガーとして活動する際に使うステージネーム。映画、ハンソロ、スター・ウォーズ・ストーリー、2018年6月29日日本公開、ゼランド役を演じるグローバーは、米国現地時間。5月10日、ジミー・キンメルライブに出演し、映画の話とともに、This is America についてもコメントした。グローバーは正気を保つためにネットのコメントを意図的に見ないようにしているとキンメルに教えた。友達が分析記事を2本くらい送ってくれたけど、先週のサタデーナイトライブの司会をやる前からインターネットにアクセスしていない、と語り、嫌な気分になるからね。僕は本当に繊細だからさ、ネガティブなコメントを見ると書いたやつを突き止めてしまう。って、そいつのインスタグラムに行って、お前、全然すごくないじゃん。お前の彼女も全然可愛くないし、みたいに書き込んじゃうんだよ、と続けた。キンメルとのトークの最中、グローバーは近々全米で公開予定のスター・ウォーズシリーズのスピンオフ映画、ハンソロ、スター・ウォーズ・ストーリー、でランド・カルリジアン役を演じたことが、自分にとってどれだけ重要なことなのかを説明した。自分のエージェントに、彼らがハンソロの映画を作ることになったら、ランドが絶対に登場するはずだし、僕がランドをやりたい、って言っていたんだ、とグローバー。エージェントは、賞賛は低いと思う、と言っていたし、それはそれで貴重な意見。だったけど、僕は、絶対に勝ち取ってやる、って思っていたから奮起したよ。本当にランドをやりたかった。だって子供の頃に遊んだ最初のおもちゃがランドで、大好きなキャラクターだったから、と語った。グローバーは、スター・ウォーズの大ファンである彼の父親も息子がランド。役をやることに興奮して、砂漠のシーンのクルーとして参加したと語った。砂漠の島の上に建てられた都市があって、マジで、丸々一つの都市が島の上に立っていい。るんだよ、と驚きを隠せない様子で言い、みんなでその都市を歩き回って過ごしたね。チューバッカは携帯で誰かと話していたけど、と、その時の様子を述べた。また、ロサンゼルスで開かれたスティービー・ワンダーの誕生パーティーに出席した時に、ワンダーと一緒に、迷信、現代、スーパースティションを一緒に歌ったことも話した。彼の大ファンで、彼が作った音楽がとにかく大好きなんだ。
それに彼のテイストは最高だと思う。ものすごく楽しい曲だけど、同時にかなりダークな側面もあるからね、と説明した。本記事は、ローリングストーンジャパンから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。